久しぶりのゆっくりでの投稿やっていくぞ。今回はジェネレーションゼロの続きを運動公園編とバンカー制圧編でやっていきます。前回は地下基地の掌握に成功したので、今回はこの先の運動公園を偵察します。多分大丈夫だと思うが、一応警戒しながら進もう。近隣の民家から物資を回収するが、ここはカット。何もないので運動公園の近くまで来ました。争った形跡があるとこは物資が結構あるのでおすすめ。弾や回復はあればあるほどいいので、たくさん補給しよう。ここの小屋はこれで終わりだね。妨害アイテムもしっかり補給。さて、いよいよ運動公園に行こうと思う。しかし普通に徘徊しているんだよな。オレンジのプロトタイプじゃないので、今回は狙撃で対処したいと思う。弾薬もだいぶ補給できたし、撃っても構わんぞ。いくら軍用でも燃料タンクを撃てば一撃必殺だもんね。あとは近距離からのショットガンもなかなかいいぞ。中型種もそれで倒したしな。的が小さすぎて狙えない。少し花火でおびき出しますか。来てないじゃん。多分視認距離じゃなかったんでしょ。そういうことね。あれはシーカー、偵察機ね。あいつを破壊しないと増援増えるので注意よ。ランナーも来た。倒さなきゃ。最近は敵にもいるぞ。まったく厄介だわ。こうなったら花火作戦よ。ハンドガンでめっちゃ撃ちにする。妨害アイテムを使えば弱いハンドガンでも普通に戦える。それも現実だからな。
倒した敵の内部パーツで爆破オブジェクトとかにも使えるので、拾っておくのもいいぞ。さて周辺の探索と警戒を続けましょう。とりあえずこの先は次回やっていくので楽しみに待っていてください。バンカー編がアホみたいに長くなったので編集でカットしながらやっていきますので。Underhagen, the evacuation is complete. Return to base, over. Lieutenant, we will lock Westland down in 10. What is your status, over? Underhagen, goddammit. さて次回バンカー解放。続く。